冗談だって。先輩も冗談きついな。さーて、こっちはもう休憩終わり。やれやれっと。それじゃね。なあ、先輩。人のことうざいだろうとかって、小西先輩の方がおせっかいじゃんな。あの人、弟いるもんだから、俺のことも割とそんな扱いっていうか。弟扱い、不満ってこと？わかった。やっぱそういうことね。地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子。燃え上がる禁断の恋的な？アホか、そんなんじゃねえよ。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。真夜中テレビって知ってる？雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。で、画面に映る自分の顔を見つめてると別の人間がそこに映ってるってやつ。それ運命の相手なんだってよ。なんだそりゃ。何言い出すかと思えば、お前よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。よ、幼稚って言った？信じてないんでしょ。信じるわけねえだろが。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、みんなでやってみようよ。やってみようって、おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホくさい話を聞いたぞ。それより昨日のあれってやっぱり殺人なのかね。実はその辺に犯人とかいたりしてな。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。やれやれ。ただいま、何か変わりなかったか？ない、帰ってくるの遅い。悪い悪い、仕事が忙しいんだよ。テレビニュースにしてくれ。次は霧に煙る町で起きたあの事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが民家の屋根で変死体となって見つかった事件。山野さんは生前歌手の柊木美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。警察では背後関係をさらに調べるとともに関係者への事情聴取を進める方針です。番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。第一発見者のインタビューだ。どこから掴んでんだ、まったく。最初に見た時どう思いました？死んでるって分かった？顔は見た？霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。殺人なんですか？最近この辺りで不審な人とか見たりしなかった？いや、私は何も。早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何か用事で？地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件。商店街関係者の多くは客足がさらに遠のくのではと懸念しています。お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。まったく奇怪な事件ですね。民家のアンテナに引っ掛けて逆さに吊るすってんだから、何かの見せしめか犯人からのアピールといったところでしょうな。犯行声明などは出ていないようですが。いたずら電話なら殺到してるがな。そもそも死因は不明のままだし、容疑者の一人も見つかってないわけでしょ。事件か事故かもわからないなんて。
ったく、警察は血清で何遊んでるんだか。では、一旦 CM です。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。来て、見て、触れてください。 Every day young life ジュネス。 Every day young life ジュネス。ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。ダメ？ああ、もう。我らは汝は我らなら扉を開く。すごい音したから、おやすみなさい。ごめん。
行こう。逆さにぶら下がってたって何なの？やばくない？処刑とかそういうアピール？怖すぎ。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。先輩が言ってて。よう。あのさ、その大したことじゃないんだけど、実は俺昨日テレビで、やっぱその今度でいいや。花村、噂聞いた？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな。今日学校来てないっぽいし。あれ、ゆき子今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。なんか天城今日特別テンション低くね？忙しそうだよね最近。ところでさ、昨日の夜見た？いや、まあそのお前はどうだったんだよ。見た、見えたんだって。女の子けど、運命の人が女ってどういうことよ。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。それもしかしたら俺が見たのと同じかも。俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え？じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。で、お前は見た？お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前動揺しすぎ。じゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしても面白い話だねそれ。テレビが小さいから入れないってとことか変にリアルでさ、もし大きかったら。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんだ。へえ、今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか。うちの店品揃え強化月間だし。見てく見てく、親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。ちょー、はい。だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。でっか、しかも高っ。こんなの誰が買うの？さあ、金持ちなんじゃん。けど
うちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。ほう、やる気ない売り場だね。ずっと見てられるのは嬉しいけど。やっぱ入れるわけないよな。寝落ち確定だね。だいたい入るったって、今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろ。ってか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ？とりあえず安いやつって言ってた。おすすめある？こちらなどいかがでしょうか。お客様、この春発売されたばかりの最新型で。ちょ、全然安くないじゃん。ゼロ1個多いだろって。てかまずお前の安いがどんくらいか聞かないと。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけど、これなら。そういやさ、お前んちのテレビって何？どうしたの？あいつの腕刺さってない？うわっ、あれ最新型？新機能とか どんな機能？ねえよ。嘘、マジで刺さってんの？マジだ、本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだよ。で、どうなってんだ種は？バカ、よそって。何してんだお前。すげえ。中って何？空間って何？広いって何？っていうか何？やっべえ、びっくりしすぎて漏れそう。は？漏れる？息どきなくて我慢してたってか。あ、ダメだ、漏れ。客来る、客。え、ちょ、ここに半分テレビに刺さった人どうしよう。ケツの財布がダイレクトに。もう何なの一体。何ここ、ジュネスのどっか？なわけねえだろ。だいたい俺たちテレビから。つうかこれ何がどうなってんだ。ねえ、何なのこれ。若干ケツが割れた。もともとだろが。うわ、何、ついに漏らした？バカ、見てみろって周り。これってスタジオ？すごい霧じゃない、相撲？こんな場所うちらの町にないよね。あるわけねえだろ。どうなってんだここ。やたら広そうだけど、どうすんの。え、だけどとにかく一回帰ってさ。あたしらそういやどっから入ってきたの？出れそうなとこないんだけど。ちょ、そんなわけねえだろ。どういうことだよ。
知らんよ、私に聞かないでよ。いやだ、もう帰る、今すぐ帰る。だから、どっからだよ。ダメとか言うなって。とにかく落ち着こうぜ。冷静に、冷静にな。とりあえず出口を探すぞ。ここ本当に出口とかあんの？現に俺らここにいるんだ。ってことは入ってきた場所があるはずだろう、絶対。それはそうだけど。てか、なきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。何ここ、さっきんとこと雰囲気違うけど。建物の中っぽい感じあるけど。くっそ、霧すごくてよく見えねえ。大丈夫？帰って遠ざかってたりしない？わかんねえよ。けどある程度勘で行くしかないだろう。この辺ちょっと霧薄くない？圏外か。ま、当然か。さっさと行かないでよ、よく見えないんだから。え、何ここ。行き止まりだよ、出口なんてないじゃん。見た目も気味悪くなる一方だな。つか、もう無理だぜ。俺の暴行は限界だ。ちょ、花村、何してんの？出さなきゃもらんだろうが。そこでやんの？勘弁してよ。見んなよ、見られてっと出ないだろ。ああ、出ねえ。暴行になったらお前らのせいだぞ。知らねっつの。にしても、何なのこの部屋。このポスター全部顔ないよ、切り抜かれてる。めちゃめちゃ恨まれてるとかってこと？この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし、これスカーフか？ねえ、戻ろう。さっきんとこ戻ってもう一回出口探した方がいいよ。なあ、あのポスターってさ、どっかで。いいから行くよ、もう。やだこんな場所。それになんかちょっと気分悪い。そういや俺も。わかった、戻ろう。なんかマジ気持ち悪くなってきた。ふう、やっと戻ってこれたよ。って、何あれ。なんかいる。これ、猿じゃない、クマ？何なんだこいつ。君らこそ誰、クマ？喋った。誰よあんた、やる気？そんなに大きな声出さないでよ。名前なんてない、クマ。僕がずっと住んでるところ。ずっと住んでるところ。とにかく君たちは早くあっちに帰る、クマ。最近誰かがここに人を放り込むから、クマ迷惑してる、クマよ。は？人を放り込む？何の話だ。誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって言ってんの。
ちょっと、何なわけ？いきなり出てきて何言ってんのよ。あんた誰よ、ここはどこよ、何がどうなってんの。さっきいたクマよ。とにかく早く帰った方がいいクマ。要はここから出てけってんだろ。俺らだってそうしたいんだよ、けど出方がわかんねえっつってんの。おっきい、だからクマが外に出すっつってんの。だからわかんねえな、出口の場所がわかんねえっつってって。え？だこりゃ。テレビ？どうなってんの？さあ、行って行って行ってクマ。僕は忙しいクマだクマ。いきなり何？うわ、ちょ、無理だって。な、押すなって。あれ、ここって戻ってきたのか。ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。今夜のおかずにもう一品、ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。ヤングもシニアもお見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。げっ、もうそんな時間かよ。結構長くいたんだ。そうか、思い出した、あのポスター、ほら見ろよ、向こうで見たのあのポスターだろ。何よいきなり。ほんとだ、あれだ、さっきは顔なくて分かんなかったけど柊美鈴だったんだ。最近ニュースで騒がれてるよね、旦那がこの前死んだ山のアナと不倫してたとかって。おい、じゃあ何か、さっきのわけ分かんない部屋、山のアナが死んだ件となんか関係が。そういやあの部屋、やばい輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわあ、やめやめ、おいやめようぜこの話。つか今日のことまとめて忘れることにするね俺。なんかもう、なんか寒くなってきた、気分も悪いし帰ろう。おう、おかえり。